number one ranked eater in Japan. 42 hot dogs and buns, 20 pounds of ramen. From Tokyo, Japan, Max Suzuki! あ、もう回してる。これ何話せばいいんですか。おはようございます。おはようございます。今年で2回目かになりますね。この朝を迎えるのが、去年とはだいぶなんか心境とかいろいろ目指しているところも違って、自分のまあ目標なりゴールなりっていうのもだいぶ変化してって、去年出場したことにより、今年あの並びが発表されて昨日、もうやばい並びなんで、もう全力で楽しみたいと思います。わかります。こうやって見ていただくと、カメラ振ってもらえると分かるんですけど、もうそうそうたる人たちがいるわけですよ。この中でね、僕戦えるんですよ。1年に1回しかないんですよ。しかも予選を勝たないと戦えない。いろいろな環境やタイミングも合わないと入れない言葉に入れるのが何より幸せ。楽しくないわけないでしょ。いいっすね、こういう緊張感は。いい、多分人生で一番楽しい日です今日は。1位の中で、僕ね、上から5番目だったかな。で、センターがチェスナー上位いて、その横にマット、ストーニーがいて、で次僕って感じです。真ん中から見ると真ん中左左って感じです。トントントンみたいな。やばいっす、本当に今夢みたい。本当隣で戦いたかった。本当にマジで夢みたい。順々に順位上げていけば、マットとチェスナーと挟まれる日も来るのかなとか考えながら。ちなみにこの方はめちゃめちゃ強いですから、エスパーさん。そのパーソナルベスト51半端じゃないですよ。まずはまずは言いたかったんです。これが僕、あの去年のラスベガスの予選の、これね、これが去年の僕のラスベガスの予選ので、今までのベストなんですよ。で、去年は本チャンで34本だったかな。結構振るわなかった。で、今年はまず、あの去年の目標を超えるのもちろんですけど、これを超えるのを目標に、去年と同じ数字なんで、今来ているのが超えるように頑張ります。チャンピオンの時から見てます。デビューの時から。うわー、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 うわ
すごい、はい、いいですか、もちろん、はい、あ、言わなかった、ありがとうございます、日本からありがとうございます、めっちゃ嬉しい、もうちょっとやってもいいですか、はい、じゃあ言うと、しないちゃん、よし、ありがとうございます、めっちゃ見てます、イエーイ、パパパッと、ここに出ない、ちょっとすごいと思ったけど逆だった、早食いの人の方が強い、それに早食いの人の方が大食い以上にキャパがある、だから俺そういうのを気づいてから、例えば日本だとよくあるのが60分で10キロ食いましたとかあるんですけど、それよりももう10分で5キロ食いましたとか5分で3キロ食いましたとか、例えばお肉ならお肉とか、そういうの見てる方が楽しいですもんね、そっちの方が厳しいっす、レベルが超高いっす、やってわかりますね、本当やると本当わかる、このもう俺のこの結果がいいレースよね、まさに大食いできても早食いできない人の典型的な感じというか、これもっと早食いチェンジしなきゃいけない、一番険しいぜ、だから今でもさ、ミキと食べてるよね、これでも面白くて、予選これ今日終わるじゃないですか、ちょっとしてから1個目始まるんですよね、もう来年の1ヶ月後ぐらいだったかな、面白くないですか、もう始まるんですよ、来年の、これすごい面白いなと思う、ただやっぱ選手みんな楽しいっす、男性も女性もやっぱこうスポーツで来てるから、なんかいくついたってスコア聞くし、みんな称え合うし、多分リスペクトし合ってるから、すごい気持ちいいっすよね、本当になんか今日ね、本番に入ってからなんか言語の壁なんだよ、マックスさんの前には全く感じなかったです、本当ですか、うん、本当もっとなんかその本質的なところでお互い分かり合ってるような、それはあるかもしれないですね、もうめちゃくちゃ楽しいです、やっぱり日本にはいないんで、いくつだけでも分かるじゃないですか、しかもボブ来てくれたんですよ、大食いの時の大食いよ、テレ東の大食いを決定戦で2回ぐらい戦ったのかな、ボブバイバーッ、そうやって見たらボブいて、で選手でアダムってイギリスのあれも大食いで出てるんで、あ、でもボブだよボブみたいな、おーイエイイエイとか言ってて、すげーテンション上がってました、俺めちゃくちゃ嬉しかった。マックさん、これから何始まるんですか。これから2回戦ですね。2回戦、ネイサンズの2回戦が始まります。プレー流れてる、あー、そういう意味、ラストムービーみたいな感じ、あ、ラストムービー、結果なんですけれど39本でした。で、去年の記録が予選が 42.5 で、それが僕の中の42本がベストなんですけど、本戦がね、34本だったんですよ、に比べて今年は5本アップして39になりました。で、ランクも、順位かもう去年7位だったんですよ、須藤さん入れたら俺は8位だったんだけど5位に上がって、なんかねすごい嬉しいです。で、僕ねやっぱ家結構開けるんで、何日も僕だけの意思じゃこう出れなくて、そのさっき嫁さんに来年も出ていいみたいなさらって聞いたら、もうやる気があればいいんじゃないって言われて、来年もちょっとチャレンジすることが決まりましたんで、どうか長い感じになると思いますので、これからもお付き合いください。とりあえず楽しかったです。バイバイ。
ニューヨークはすごい楽しい街でした。さっき打ち上げしてきてマットとかあのボブとかウェインとかもいたの。他もいろいろいっぱいいた。ダロンさんとかいっぱいいる中で楽しませてもらいました。この楽しみはね、来年もぜひ味わいたいんで、僕の目標でもある世界一に向けて、年を追うごとにスコアを伸ばせるように、毎年のチャレンジとしてやっていきたいと思いますので、もしよろしかったら、チェックしてください。お願いします。以上、今回の旅の総決算、マックス鈴木でした。ありがとうございます。ニューヨークありがとう。アメリカありがとう。